はい。さてさて。マイクロソフト、ソニーと話してきましたので、最後はもちろん、もちろん、ニンテンドーの話でございます。はい。ニンテンドーはですね、今年も昨年と同じくですね、インターネットでのプレゼンテーションとしてですね、まあ、おそらく事前に録画していた内容、ニンテンドーデジタルイベントをですね、公開しました。まあ、相変わらずネタもいろいろあった中でですね、はい。ありとあらゆる情報出ましたということでね、こっちもね、一応、大だったところかいつまんでとは言いつつも、やっぱりなんだかんだでね、新しい情報いっぱいあったもんですから、そうですね、ちょっとね、他の、カンファレンスよりは長いお話になるかもしれませんが、うん、まあ、毎年そんなもんですからね、うちは。毎年どうしてもね、3社取り上げたらね、任天堂が一番長くなるもんですから、私も。うん、はい、一番下に趣味が、親しみやすいですからね。そうですね。うん。なので、まあ、ご勘弁いただきたいという上で、いろいろ話をしていきましょう。さあ、まずは、冒頭にお話があったのがですね、Wii U 向けに発売されますシリーズ最新作、スターフォックスゼロですね。はい。ゼロときました。うん。まあ、昨年の E3 でね、すでにね、スターフォックス作ってますよというの宮本さんからお話がございましたけど、一応正式な情報がね、ここで解禁されましたよと。で、まあ、私もまあ映像を見せていただいて、ちょっとね、まあ64時代っぽい感じを残して。で、まあ一応特徴的なのがまあ大きく分けて2つ。1つは、やっぱりゲームパッドによる操作ですね。はい。テレビの方で飛行機の操作を見つつ、ゲームパッドからはまあコックピットからの視点ですね。があって、まあそちらでこう、ジャイロ操作を使った直感的な操作ができますよという話がございました。はい。多分まあ、スティック操作もできるんだろうとは思いますけど、まあ、やっぱり宮本さん的にはね、こっちで遊んでほしいということだったんでね。うん。まあ、そこの一体感がどういうふうに感じるかっていうのは、まあ一つのポイントになってくると思います。そして、もう一つですね、変形ができると。うん。アーウィンが変形します。二足歩行、なんかダチョウみたいな感じで二足歩行ができる感じでね、はい、変形したり。あとはこれも64の時、登場しましたけど、ランドマスターですね。戦車。まあ、64知らない人はスマブラで言ったらわかりますよね、多分、はい。そうですよね。はい。あれでも登場しましたけど、あれも変形しますと。うん、最初変形見た時にどう思いました？こんなんか面白いっていうか、なんとも言えない感じでしたけどね。ちょっと思うね。ちょっとびっくりした、ね。びっくりしましたね。でもあれって、ランドマスターが二足歩行するというアイディアは、スターフォまあ、発売しなかったんですけど、スターフォックス2のボツになったネタから引っ張ってきてるんですね。うん、そうです。そうらしいですね。なんかそういう話は確かに聞きました。そういうところ引っ張ってくるのがなんか任天堂っぽいなっていう感じはしましたね。やっぱり、なんかこう、ね。ボスになったアイデアは捨てずに置いておくと。はい。いつか使えるだろうと。そうそう、そうですね。うん、っていうのはね、やっぱ大事なことだと思います。うん、いつ何がどう花開くかっていうのはやっぱ分からんもんでね。はい。それでその時にね、例えば新しいの作ってて、昔を思い返して、あ、そんなんがあったね、みたいな話が、ここで改めて形になるっていうのはね、うん、大変やっぱりクリエイティブなお仕事として、やっぱり大切なことだと思いますので。はい。はい、うん、ジャイロ操作の操作ってね、感覚としては、どうでしょうかね。まあ、今ね、ちょうどスプラトゥーンが絶賛発売中で、はい、あれもジャイロ操作をね、そうですね。使った操作というふうに言われておりまして、私は申し訳ないながら、スティックで操作してますけど。そうですね。うん、僕的には一体感を感じられて、気に入ってるんですけど、うん、まあ、シューティングゲームは、やっぱり、画面内の敵を撃つっていうゲームじゃないですか。そうですね。なんですけど、まあ、ゲームパッドを使うことで、まあ、かなり上を見上げれば、それこそ画面外近くの敵も、スムーズに狙えたりとか、できるのかなとか。そこまで来ますかね、どうなんですかね。どうなんでしょうか。コックピットからの起点なもんですから、はい、あんまり広い範囲が見えたらおかしいような気もせんでもないんですけど。どうなんですか、そこら辺がちょっと気になるところで。まあ、あと Wii だと、モーションセンサーを使って、モーションセンサー、ポインターですね。ポインターを使って、うん、狙いをつけるという、まあ、シューティングもあったと思うんですけど、はい、まあ、感覚的にあれに近くて、実機はスティックで動かして、標準が、まあ、コップ、
キット目線の、まあ、このジャイロで狙うっていうので、うん、まあ、そうですね、まあ、あの、照準と時期を別々に動かすからこその、なんか、狙いの体、なんか体験ができるのかなっていう感じがしましたね。はい。そうですね、だから、どうしてもその2つの画面あるとどっち見ていいか分かんないという人も出てくるかもしれませんけど、はい、どういう全体的にどういうプレイ感覚になるかっていうのは、まあ、遊んでみないとね、なんとも。そうですね。私がなんかこの見る限りでは、例えばテレビ画面見ながらジャイロ操作を感覚的にやる。まあ、スプラトゥーンと同じような感じですよね。はい。スプラトゥーンと同じような感じがするか、あるいはもう、一層ゲームパッドの画面だけに集中するかっていうのも、まあ、一つの方法かもしれませんしね。まあ、テレビに重ねるようになんかゲームパッドを掲げることで、なんかそのまま一部分をズームしたかのような見え方になるのかなっていう、どうなんですかね、そこら辺。やってみないとわからない部分が多いですけど。だから、体感、操作感。なかなか、こう、どうしてもね、ほとんどの方、ピンとこないところもあるかと思います。ましてや、ジャイロ操作というと、無条件でなんかブーブー言われるところもあるんですから。ねえ、でもまあ結構ね、さっきも言ってましたけど、スプラトゥーンでもね、結構ね、ジャイロ操作使って、そのまま遊んでる人も多いわけですから、はい。なんだかで少しずつやっぱ浸透はしてきてると、ジャイロ操作。他のゲーム機でも珍しくなくなりましたからね、ジャイロ操作は。そうですね。うん。その中でね、スターフォックスがジャイロ操作を取り入れてのね、作品っていうのは、まあ、あるべくして、ね、出るべくして出たというか、まあ、それこそ64の 3DS 版もね、ジャイロ操作で、そうですね。遊べるっていうのを導入しましたから。あれは使いませんでしたね、結局。まあ、私も。で、楽しみたいなって思いがあったので。そう。だからね、どうしてもその立体機との相性を、の部分が大きな課題としてね、浮き彫りになってしまったので、私もちょっとね、残念ながら使わなかったんですけど、はい、まあ、こっちは立体機で。この地にやってみてもいいかもしれないですね。そうですね。こっちの方がね、気軽なくジャイロ操作を存分に楽しんでいただけるかもしれません。はい。海外では、今年の年末に発売予定となっておりますね、うん。日本でもそうなのかな、ちょっとわかんない。一応、公式サイトではそう言ってんのかな。はい。まあ、やっぱり日本開発の操作なので、やっぱり。そうですね。一応多分、ここで出てる以上は、きっと、日本ね、任天堂の日本の公式サイトで出てる以上は、きっと信用していいんだろうなと思ってますけど。どうだろう。2015年。まあ一応2015年というふうになっております。年末かどうかはわかりません。はい。うん。まあ2015年どうかもしれません。ちょっとさすがに聞きようかな。まあまあ、なのでね。おそらく今年発売予定ということですね。Wii U で描かれる新たなスターフォックス。新しいけど懐かしいとも言ってみるかな。もしかしたら。うん。そんなスターフォックスですね。ぜひ楽しんでほしいなと思います。はい。そして続きまして。3DS の話になりますね。はい。ゼルダの伝説、トライフォース三重士というタイトル名ですね。はい、新作が発表されました。トライフォース三重士って3がね、2つ重なってるなとちょっと思ったんですけど、なかなかね、ちょっとなんか、パッと聞くと実は結構違和感を感じるんですけど、個人的にはね。まあでも、今回はね、その3っていうのは大事ですから。というのも、まあ今作はですね、最大3人で楽しめる協力プレイ型のゼルダの伝説シリーズということでですね。はい。まあ、かつてもね、そういうタイトルあったような気がします。うん。4つの剣でしたね。あ、そうでした。あれは最大4人で楽しめるということでしたけど、あれは結構ね、協力しつつ競う要素もあった。ルピーを奪い合うとかね。はい、うん。そういう競う要素も、あったりしましたけど、こちらはもう本当にただただ純粋な協力。うん。3人で協力しないと攻略本当にできないよっていうのをですね、それこそオンラインでも楽しんでいただけるんだったかな。確か。はい。と、記憶しております。で、3DS でいうね、3DS での前作にあたるゼルダの伝説、神々のトライフォース2でも取り入れました。まあ、立体詞を使っての高さの概念を取り入れた仕掛けですね。こういったところを駆使してですね、この作品でも、例えば、このトーテンポールみたいに3人がね、肩車に次ぐ肩車でね、ちょっと高いところにある仕掛けなんかを弓矢で撃ったりとかっていうのがね、あったりしましたけど。はい。こういったね、今までにない仕掛けも、多く登場するみたいです。はい。で、一人プレイもできますので、そこはご安心ください。ということでね。はい。一人プレイの場合は、まあ、二つの人形が出てきて、このリンクがね、切り替えながら操作するので、多分まあ、複数プレイするときよりはちょっと効率が悪くはなるでしょうけど、一応まあ、プレイはできますよ。という話でございました。
はい。どうしたかね、この印象として。そうですね。まあ、こういう、ゼルダじゃないんですけど、まあ、こういう、本編を、まあ、すべてマルチプレイで進む前提のソフトっていうのも、まあ、いくつか遊んだことあるんですけど、はい、まあ、やっぱりちょっとハードルが高いというか、結構厳しいなって思うソフトも多々あったので、向きはすごくあります。はい。まあ、以前ですね、DSi ウェアとしてですね、4つの剣25周年エディションみたいな名前でですね、期間限定で無料配信だったかな、された時が確かあったと思います。で、あの時私はまあたまたま、まだ周りにね、遊べる、一緒に遊べる友達が近くにいたもんですから、二人プレイで遊んだりしてね。やっぱね、楽しいんですよね。なんだかんだで。うん、知ってる人、ね、そうですね。知ってる人と遊ぶ分にはすごく楽しいんですよね。ただ問題はオンラインでっていう話ですね。はい。はうん、で、このオンラインがですね、まあ、下画面に表示された、まあ、アイコンかな、チャットアイコンって言ったらいいのかな、これは。はい。みたいなのがあるので、それをタッチして、上画面に表示して、まあ、状況を伝えるという形になる。で、ボイスチャットはありませんよという話でございました。うん、まあ、ゼルダの伝説は、謎を解くゲームなので、はい、あんまり他のプレイヤーが教えすぎちゃうといけないのかなっていうところで、あえて絞ってるかなっていう部分もありそうですね。うん、まあ、間違いないでしょうね。はい。知っちゃうと、まあ、教えたくて仕方がないっていう気持ちは私もすごいわかるので、はい、こういう状況でね、すごく正確に物事をね、伝えられるようになると、大概の方がね、ネタバレを食らうみたいな話になる。そうなんですよね。それこそオンラインの魅力がなくなっちゃう。うん、オンラインでやりたくないって、それこそなっちゃいますよね。うん。あとやっぱりそのボイスチャット導入しなかったのも、やっぱりその、ね、知ってる人、まあ知ってる人とか、あるいは腕前のある人ですよね。やっぱりここはこうする、ここはこうしようって言って、でも指示してしまうんですから、上下関係が生まれてしまうと。うん。だからそれはやっぱり楽しめないよねって話になるので、そうですね、ボイスチャットはやっぱり入れない方がいいねって話。昨今ね、やっぱり特にまあ、そういう方ゲーム機なんかで言いますと、まあ、ボイスチャットが入ってて当たり前みたいな感覚もちょっと強くなってきてるもんですから、なんか逆にそのボイスチャットが入れなかったら理由を言わないといけないみたいな感覚っていうのがあるような気がしてて、確かに。それはいかがなもんかなとも思うんですけどね。何でもかんでも入れりゃいいわけじゃない。何でもかんでもやっぱりインターネット通信に対応すればいいわけじゃないっていうのもありますし、何でもかんでもボイスチャットできりゃいいわけでもないって話でね。これやっぱり考えないといけないと思います。そうですね。例えば、スプラトゥーンとかも、あえてボイスチャットが入ってない作品で、まあ、最低限の、カモンとナイスだけで、そうですね。そうです。意思疎通するしかないので、まあ、まあ、味方の行動を見つつも、それにどう応用して自分が動くかっていうゲーム戦につなげているので、ないから悪いっていうわけじゃないんですよね。そうですね。カモン、ナイス、ドンマイぐらいはあってもいいかもしれないですけど。ね、十字キーの右左まだ残ってるんでね、どうなるか分かりません。確かに。まあ、それはさておきまして。そうそう、なんだろうな。自分の、感情もそうですし、それを表現できる手段が高まったり、自由度が高くなれば、絶対まあ、おのずとね、なんだろう、マナー知らずな人間って見えてくるもんでね。はい。逆に、カモンとナイスだからこそ、多少マナーがどうであっても、あまり感じないというかさ、そうですね、悪い影響を受けないというか、っていうのがあるわけでね。やっぱりなんかね、表現の自由が、今ね、インターネットで何をもたらしてるのかっていうのを考えるとね、やっぱり何でもできりゃいいものではないというのは改めて感じます。本当に。だからそういう意味ではね、このトライフォース30氏もですね、あえて最低限、ちょっとしたね、チャットだけでしかできませんよってしたのはね、俺は正解だと思ってます。僕も思いますね。はい。なので、まあ、その上でね、結局オンラインプレイ大丈夫かなって話なんですよね、結局。はい、どうだろうなぁ。まあ、だから結局ね、協力プレイで参加してるにもかかわらず、なぜか放置しちゃうとかね。放置しちゃうってこれは、ま、誰にでもあると思うんですよ。何か緊急的な何かがあってね。まあ、そうですね。放置しちゃうとかさ。あるいは仲間を落とそうとするとかね。あると思うんですよ、絶対。だから、もしかしたらフレンド限定という可能性はあるかな。ああ。とは思ってます。私は。そうでもないと。ねえ。こういう協力型の謎解きゲームが、全くのフリーで、
インターネット通信できることに関して果たしてどれだけメリットがあるのかってことを考えると、なんかそれを考えるとフレンド通信に絞った方がまだいいんじゃないのかなと思ったんです。どうなんですかね。でましてやその一人でプレイもできるようにしてるわけじゃないですか。っていう、まあ逃げ道って言ったら失礼ですけど、そういうのを用意してる以上はね。そこで考えてると、それこそボイスチャットなしとかね、そういうとこまで神経質に考えてる以上は、やっぱりこう、見知らぬ人と遊ぶことの、こう、危険性というか、そういうとこは多分任天堂はね、間違いなく他のメーカーよりかなり神経質になってるはずなので、はい。もしかしたらフレンド限定になってるかもしれないというのはちょっと予想してます、私は。まあ、それはそれで、ご協力がコンセプトのゲームなので、それを一人で遊ぶのがちょっと自分的には寂しいなと思うんですけどね。まあそうですね。それはありますね。はい、そこはなかなか悩ましいところでありますけどね。はい、まあそう言っても私もあれですよ。かつて出た4つの剣プラスは一人で楽しみましたからね、私。まあ私はまあね、面白いけどそれでいいって言うんだって寂しいって感じることはあんまりないんですけど。なるほど。まあまあね、4つの剣もできりゃ4人で遊びたいですよね、確かに。そうですね。ちょっとなかなかね、複雑な気持ちもありますけど、でもまあこれもまた一つの可能性というかね。まあ、はい。はい。ゼルダの人生で、果たしてゼルダが出るかどうかはさっきもちょっとね、言ってましたけど、わかりませんけど。はい。でも多分ね、4つの剣も出てたような記憶はあるんで、多分出るんじゃないですかね。あ、何かしらの形で、ということでですね。まあ、最大3人で楽しめる、最大じゃないな。必ずか。必ず3人になりますけど、はい、3人で楽しめる、協力プレイ型のゼルダの伝説ということでですね。まあ、一人でもいいですし、まあ、ね、仲間と友達と一緒にですね、協力して、ぜひ、新たな謎に挑戦してみてほしいと思います。2015年に発売予定となっておりますので、はい。よろしければぜひどうぞ。はい。はい。続きまして、同じくそのゼルダ関連ですね。Wii U で発売されました、ゼルダ無双。ね。私も楽しませてもらいまして、まあ、非常にこう、ね、無双でもあり、ゼルダでもあり、リンクのね、活躍を見させていただいて、大変楽しませてもらいましたけど、そんなゼルダ無双はですね、Nintendo 3DS でも発売されることが決まりました。はい。一応正式名称がね、ゼルダ無双ハイラルオールスターズという名称だそうです。はい。一応ね、ダウンロードコンテンツは全部入っちゃってるらしくてですね。はい。で、しかも、風のタクトでしか登場、風のタクトのメンバーが新たに、追加されるらしいということだそうです。まあ、ちなみにですね、この、3DS 版のゼルダ無双を購入すると、Wii U 版のゼルダ無双でも、風のタクトのメンバーが使えるようになる。そうなんですけど、まあ、それ、まあ、裏を返せば、ね、Wii U の追加コンテンツとしては多分配信されないんだろうなって話になっちゃいます、ね。まあ、そう捉えてしまいますよね。そう捉えてますね、私は。っていうのがありますね。あとは、まあ、どうしても表現力の差はどうなるのかなっていうのは、ちょっとは気になるわけでね。はい。もちろん、立体視で楽しめるというのも、まあね、これまた魅力、これは魅力ですけど。魅力ではありますけど、その前提とした上で、どんぐらい、私ね、一応以前ですね、Wii U のレゴ式と、続編で出た 3DS のレゴ式、両方遊んだことがあるんです。はい、で、まあ、両方遊んで、3DS 版もね、すごい頑張ってるんです。オープンワールドではなくなりましたけど、可能な限り快適に楽しめる。で、まあ、携帯機ということもありますので、少しは開口、ちょっとね、ミッションへのつながりを簡略化して快適に楽しめるようにとか結構考えられてて、うまくね、収まってたと思ってるんです。でも、それでも、それでもやっぱりオープンワールドが元の作品がね、オープンワールドだったもんですから、そうですね。どうしてもねっていうのは、やっぱ少しはね、あるんです、どうしても。はい。で、そういうのがあるもんですから、果たしてこのゼルダ無双がね、特にまあ、敵の数とかは間違いなく減ると思うんで、一度に表示される。そうですね。そこら辺がやっぱりちょっと心配かな。自分もちょっと思っていて、まあ、ゼルダ無双はちょっと変えてなかったんですけど、やっぱり、はい、高評価は
高いじゃないですか。そうですね。なので、うん、まあ、気になってたので、まあ、ちょっと気になる、3DS 版もちょっと気になるところなんですけど、まあ、やっぱり、表現力の限界が。表現力の限界。でも、だから Wii U 版を買って遊んでもいいかなと思ったんですけど、うん、でもそれだとやっぱり、新規の要素が楽しめじゃないじゃないですか。まあ、全部後で買ってね、楽しみになっちゃいますね。はい。だから、全部遊びたいなら、やっぱそれでも 3DS 版なのかと。ちょっとそこら辺がもやもやしてますね、ちょっと。悩ましいですね。Wii U でも出してくれればいいのにと思っちゃいますよね。そうですね。そんなこと言ったら出したら出したで、追加コンテンツを貸した人からまたなんか言われそうなんですよね。それはありますね。うん、でも私はね、常々思ってましたけどね、どうせ完全版出るんだろうなってのはちょっと思った。したらそれが、はい、まさかの 3DS だったので、ちょっとびっくりしましたけど、それは。そうですよね。うん。だからまあ本当にね、まあそれさんが心配されてるところは私も思ってて、そればっかりはね、例えばまあ何かした体験版を出すとかね。まあ確か Wii U のゼルダムスもね、体験版あったっけな、ありましたっけ、なかったか、気のせいかな。あれもあったような記憶があるんだけどな、どうだったかな。店頭ではあったと思うんですけど。あ、店頭ではあったのかな。はい。いや気のせいか、はい。まあ、少なくともこう、なんだろう、3D でのプレイ映像はちょっと見たいかなっていうのはありますよね。ああ、そうですね。電動移植とかで見えるであろう。うん。っていうのはね、やっぱ気にはなって。で、ましてはまだまだ発売まで先なので。はい。なかなかこう、じらして、じらして、じらして、じらした挙句、やっぱり Wii U 版と比べてなーって感じるところが出てくるとなるとね、なかなか悩ましいですよね。本当にそうですね。というのもあるので。まあ、そこばかりはね、お好みに合わせてお選びくださいと。作品、本当に私はね、Wii U 版楽しませてもらって、本当にね、楽しかったです。はい、うん。それにつきます。だからこそ、3DS でね、それがどこまで再現できるかというのは、良くも悪くも、注目はしておりますので。はい。一応、2016年の春発売予定となっておりますので、まあ、どうなるか。うん。3DS、手のひらでゼルダ無双というのがね、どこまで再現されるのかというのをね、うん、注目しております。はい。続きましても 3DS かな。はい。タイトル名が、メトロイドプライム、フェデレーションフォースという、メトロイドプライムの新作ですね。のお話がございました。ね、はい。まあね、インターネットでは、ああだこうだ言われてますけど、とりあえずね、ね、説明させていただきますけど。はい。まあ、メトロイドプライムね、これまで、ゲームキューブから始まって、いわゆるリアル闘士のサムスがですね、ミッションをこなしていく。まあ、FPS ですね。はい。FPS で、まあ、謎解きといった要素もある。まあ、アクションアドベンチャーになるのかな、結局。うん、ということでですね、まあ、好評を博してきました。で、結構新作は出てなかったんですかね。出てないですね。Wii で出たのが、いわゆるリメイクでしたかね、確か。Wii で遊べる、なんとか。あ、Wii で遊べる。はい、プライムだったような記憶があるので、実は、結構ご無沙汰だったと。そうですね。プライム3は Wii の初期、割と初期に出てたので。ああ、そうでしたかね、確か。はい。あれ、まあ、あの後ね、まあ、例えば Wii U の任天堂ランドのね、アトラクションとしては出ましたけど、あれはまあ、あれとして一つのね、まあ、ミニゲームとして、まあ、ああ、そうですね。うん、楽しめるものにはなってたと思います。はい。で、まあ、そんなことを言ってるさなか、なんか久々にメトロイドという名前が出てきたと思ったら、えらい雰囲気変わったなと。いう話に今なった。デフォルメの闘神で、ね、基本的に可愛らしい。まあ、さっきのワールドオブファイナルファンタジーみたいな話ですよね。全体的にちょっと可愛らしい感じ。もちろん今までのような FPS ではあるんですけど、はい、まあ、スタイルは最大4人で協力して進めていくタイプになってると。ミッション形式でしょうね、おそらく。はい。そしてさらに、なんか、サッカーのようなミニゲームが入ってる。大きなボールを打ち合って、はい、ゴールを入れるというですね、メトロイドプライムブラストボールというものが、まあ、一緒に収録されてて、まあ、そっちも楽しめますよというお話がございました。はい。で、何でしたっけまあ、要するに、違いすぎて、なんだこれはって話になったのが、まあ、何より大きかったと。そうですね。いうことですよね、結局。そもそもサムス出るんですかね、これ。サムスらしきものは出るのかもしれませんけどね。まあ、何かこう、なんだろうな、多分ですけど、その装備がね、付け替えっていうのは多分できると思うので、うん、その過程で例えばサムススーツみたいなのがあったりして、ものすごく強かったりするんでしょうね、それが。
ものすごく強いけど、ものすごく扱いづらいとかね、実は。うん、みたいなのはあるかもしれませんけど。はい。まあ、これ見ててね、まあ、私は、実際にデジタルイベントで見た当初は、不運ぐらいしか思わなかったんで、こんなにボロクソ言われてるとは思わなかったですけど。うん。まあ、改めて冷静に考えて、結構ね、メトロイドプライムシリーズ自体がね、確かに支持は得てたものの、はい。ほっつきやすいシリーズとは言い難いと思ってて、うん。やっぱ FPS ですから、うん。それ仕方ないの話だと思ってるんです。しかもなかなかね、海外も含めてですね、その FPS の作品っていうのが周りですごい増えてきたと。うん。なかなかゲームキューブの頃のようにはいかないと。うん。だから、ちょっとこう、悩んでたのかもしれない。確かに。うん、で、それこそ Wii の時代ですね、メトロイドアザー M というのが発売されましたよね。はい。ファミコンスタイルに戻しつつ、まあ、メトロイドプライムのような FPS の視点も、まあ、探索という観点で、まあ、残した。けど、あれはあれでそこまでそうでもなかったというか、まあ、正直、ね、割と根崩れしましたからね。そこからしても、成果的にはあまりうまくいかなかったのかなっていうのが、ちょっと感じがしますね。伺えてしまった。からこそ、ものすごく長いこと眠ってた。F-0 と一緒ですよ。ね。はい。長いこと眠って眠って、どうしようかどうしようかって悩んだげく、まあ、受け入れられやすいメトロイドプライムにしたん、買ったんじゃないのかなとはちょっと思ってます。うん。なるほど。まあ、ね、そんなこと言っても、ね、まあ、ファンからしたら、まあね、楽しいは、まあ、それはなるだろうなと思ってて。うん。まあ、あれですね、3DS で、はい、FPS なのかどうなのかなっていうところがあって、まあ、例えばですけど、まあ、Wii U だったらやっぱりスティック操作などできて、まあ、FPS っていう流れはまあ自然なんですけど、はい。まあ、3DS の場合は、まあ、ニュー 3DS だと、まあ、スティック操作、C スティックでの操作が対応してますけど、はい。まあ、基本的にはないという形なので、うん。でも、それでも、FPS で、まあ、3DS で FPS で出した、スティールダイバーサブウォーズというゲームは、うん。FPS なんですけど、まあ、ゲーム自体がゆっくり進むことで、うん、まあ、3DS の相性に、ハードに合わせた内容に、まあ、仕上げてきてるんですけど、はい。まあ、このゲームの場合はどうなのかなっていうところがありましたね。まあ、ゆっくりではないでしょうね。ゆっくりはないですからね。私、DS で、メトロイドプライムハンターズというのを遊んだことがありました。はい。あの時は、左手で移動して、右手はタッチペンで、スクリーンで視点操作をしたんです。ああ、なるほど。うん。パルテアの鏡みたいなもんですよね。ああ。まあ、うん、細かく言えば違いますけど、まあ、あれに近い感じで。はい、だから、同じような操作スタイルを取り入れている可能性はちょっとあるかなと思いました。ああ、なるほど。うん。ただ、あんなにグワングワン動くようなゲームなのか、動くゲームになるのかちょっとわかりませんけど。だから、多分ね、そういう解決方法を取ってる可能性はあるんじゃないかと思ってます。やっぱり同じメトロイドプライムですから、一応。うん、でも採用してる可能性は高いですね。高いですよね。うん。まあ、操作スタイルの一つとして入れてるみたいなね。はい。C スティックでも操作できるし、タッチでも操作できるし、嫌なら LR で操作するかみたいなね。多分、ボタンのカスタマイズはそこそこ用意してはくれてるんじゃないかと思います。まあ、わかんないですけどね、それも。まあ、いずれにしましても、なかなかね、ファーストインプレッション的に、ここまでダメージを受けちゃった、ダメージを受けたって言った言い方も失礼ですけど、まあ、受けちゃってるもんですから、なかなか、辛いスタートと言いますかね、発売もされてないのに辛いスタートを切った感じがして、そうですね。なかなかこう、なんかね、まあ、私はそういう面にあったことないです。クリエイター的にね、自分らが作ってきた、はい、ゲームがこんな言われるっていうのは、やっぱり、辛いわ、とは思いますね。ですね。ね。本人たちからしたらどういうつもりで作ったのかわかんないにしたって、本気で作ってはいると思うので、はい、なんだかんだでね。っていうのはあるんでね、なかなかそういう意味ではね、そういう、周りの評判をね、気にはしちゃうタイプではある。と思ってます、自分はね、うん。その上でね、こういう風な、評判になってしまったということでね、なかなかもうその時点で売り上げにつながりにくい。悪い意味でね、もちろん。売り上げにはつながらないように感じにはなっちゃうような気がしてて、その時点で不安ではあるんですけど、
まあ、出したからね、まあ、とりあえず買ってもらった人に面白いと思ってもらえることだけはせめて出していただきたい。せめて、はい。ね、せめてっていう言い方は悪いですからね、これもね。ちょっと後ろ向きに発言にはなっちゃいますけど。開発側、あるいは売り手側としてはね、まあ、ずっと前向きで言っていただきたい。それでこそ、まあ、それで内容が良ければ自然と広がってくれるはずなので。そうですね。もしかしたらこれでうまいこといくなんて話になったら、ね、それ見たことかと。はい、言えるわけですから。そうですね。それは本当にその通りだと思います。で、まあそうであってくれたら嬉しいですけど、ちょっとどうなるかわかりませんということですね。一応、これが、海外では2016年発売予定というふうになっております。おそらく日本でも似たような時期に発売されるかもしれません。日本でもしかしたら出ないという可能性もありますけどね。海外での名称でしかまだ発表されてませんので、ちょっとわかりません。はい。で、まあ、期待も不安もある、というか不安ばっかり多いと思いますけど、続報をお待ちくださいということで。はい。はい。続きまして、Wii U に戻ります。ですね、動物の森、のボードゲームですね。はい。動物の森アミーボフェスティバルと呼ばれる作品が、登場します。動物の森の世界観で楽しむ、まあ、さっきも言ったボードゲームですけど、そうです。まあ、ちょっとモノポリティックと言いますか。まあね、任天堂でボードゲームって言ったらどうしてもマリオパーティーがポッと出てくると思うんですけど、はいはい、マリオパーティーはね、ミニゲームがあって、うんたらかんたらっていう感じのと違って、こちらはもっとシンプルな感じ。止まったマスによってイベントが起こって、まあ今俺はモノポリティ言いましたけど、どっちかと人生ゲームに近いのかな、むしろ。良いマス、悪いマスみたいなのがあって。良いマスに止まると、なんかいいイベントが起こって、で、やっぱ動物の森ってね、今、イベントに次ぐイベントを楽しむようなゲームですから、なんか、イベントの場面を楽しむっていう意味ではね、多分、ネタには困らないと思います。そうですね。おそらく。はい。原作のゲームがそういうタイプでしたから。まあ、そうですね。はい。そして、まあ、今作はですね、アミーボにも対応しておりまして、動物の森のアミーボですね。もちろん発売されますと。そして、今年もすでに発売日が決定しております、動物の森ハッピーホームデザイナーでしたかね。はい、この時にですね、アミーボカードというのが発売されますけど、これもまあ対応してる、ということだそうです。はい。なんかミニゲームが解禁されるとかどうかかな。このボードゲームで遊べるミニゲームかどうかはちょっとわかりませんけど、なんかそんな話が書いてあったと記憶しております。はい。で、どう思いましたかね、まずこう。そうですね。まあ、動物の森と、はい、まあ、ボードゲームの相性、はい、まあ、見た目的には結構好みな感じがしましたね。まあ、やっぱり気になるところはアミーボなんですよね。まあ、そのね、アミーボをね、今引き続きアピールしてきてはおりますけど、マリオパーティー1点でね、ちょっとね、絡めすぎた感があったもんですから、はい、同じような聞いてしまうと、アミーボフェスティバルですから。タイトルにもがっつりと入ってきます。だからね。もっとがっつりと入ってくるんじゃないかっていう可能性がね、ちょっと感じてはしまいますよね。はい、そうですね。それは私もね、確かに不安には感じてます。すごく。海外でね、まあ、ぼちぼちアミーボは伸びてきてますし、日本的にも、任天堂はこれからね、アミーボを多分、本当に長期的に、伸ばしていきたいと考えてはいると思うんです。はい。で、そのために多分必要なのは、まあ、アミーボ自体の発売もそうなんですけど、やっぱり対応タイトルを増やしていくこと。っていうのは、まあ、大事なことだと。ただ、やっぱり絡めすぎないでほしいなっていうのは、まあ、本当にそう思いますね。一つ一つの、アミーボ対応タイトルのおまけ要素っていうのは、一つ一つは小さくても、はい。これはね、月一つも、山となってね、アミーボとしての価値観が高まるからこそ、これじっくりと売れていくと思うんです。で、じっくりと普及していくと。はい、最初はね、フィギュアとしての価値でがっつり買ってもらえて、それが後にこう、ゲーム連動要素としての価値もですね、ゆっくり高まっていく。そうですね。タッチアミーボのなんかファミコン名シーンみたいなのもありますしね。はい。ああいうのが、相乗効果でね、高まっていくからこそ、っていうのがあるので、こう、なんかこう、でかいタイトル1本2本で、アミーボを売ろうと思っちゃいかんような気はするんです。それですね。そう思いますね。それがどうしてもマリオパーティーってにはちょっと見えた。ましてやマリオパーティー、ここまでずっと続いてきたものの、こう、評判を犠牲にしてまでやるものだったのかと言われると、
なんかそこまでのリスクを、ちょっと疑問がありますね。はい、そこまでのリスクを打った成果が上げれたと、上げれていたとは、ちょっと覚えなかったので。まあそこに行くと、これ動物の森だってでかいタイトルですよ。でかいタイトルですね。DS、3DS 爆発的に売れましたからね。ま、今はマリオパーティーよりもでかいタイトルになりましたから、ね。全然でかいタイトルですね。ですから、そういったタイトルでボードゲーム。まあ、ボードゲームは結構なんです。まあ、最初俺は Wii U 版の動物の森が来たかなと思っちゃいましたけど。ああ、なるほど。普通のね、ホームページの方が。だけど、パッと見た時にマスみたいなのが見えたんで、まあ、その時点で、はい、あ、ちょっと違うのかなと思いました。Wii U で普通、新作の、まあ、いつも通りの動物の森出すっていうことに、ちょっと抵抗を感じてるんじゃないかなと思っていて、まあ、Wii 版で、出してあまり受け入れられなかったことと、あと 3DS 版で出したとき、やっぱり携帯機との相性の良さっていうのをみんな感じたと思うんですよ。それでやっぱ手軽に遊べるという点と、まあ、3DS がマッチしたことによって、まあ、飛び出す動物の森が大ヒットして、で、その後に、まあ、Wii U で出すっていうのは、なかなかハードルが高いかなっていう感じがして、まあ、出すならこういうボードゲームの方が、まあ、今の動物の森に合ってんのかなっていう感じはしましたね。はい。まあ、それこそハッピーフォームデザイナーをね、出す時点で、まだまだ 3DS で動物の森、ね、幅広く展開していきたいという思いが現れてると思いますし。はい。だから、それはね、本当に思いました。私も Wii U版出ないんじゃないのかと思ってて。そうですね。なんていうかな。綺麗なことを目指してるゲームじゃないのね、まず。はい。動物の森って。それは、まあね、本体の機能を活かして、もっと住人が増えたりね。動物森木漏れ日広場っていうのがあったじゃないですか。はい、昨年までサービス展開っていうのはね。あれでこう村人、住人がわーっと集まってくる様を見て、ある意味可能性は感じたんですよ、あそこで。はい。あんだけたくさん住人が表示されたら、楽しいだろうなと思って、単純に。だから例えばイベントの日とかにね、例えばまあ、今村人、なんだろう、村、に住んでる人って大体10人ぐらいのもんじゃないですか、大体。そう、はい、ちょっとあるかな。それが実はもっとたくさん大きな村で、20人、30人と住み着いて、ちょっと歩くの大変な気もしますけど。例えばそれが、まあイベント、釣り大会の日ですよって言ったら、ものすごいたくさんの住人が一堂に集まる。でかい木の前にね。はい。一堂に集まって会話できてる。あるいは、もう何もしなくても、住民同士で会話してる様が見えるとか。いうのが、そういうのがあるだけでも絶対楽しいと思う。で、それだけのレベルの動きは、多分 3DS だと厳しいような気がする。ああ、そうですね。って考えると、Wii U ならではの価値につながるんじゃないのかなとは思ったんです。ただし、じゃあそれをどうアピールするかって話なんですよね。まだそこら辺の答えが出てないのかなというところですかね。そうですね。よりたくさんの住人が集まるようになって、より楽しハッピーなライフを送れることができますよね。でも、やっぱピンとこないような気がする。はい。私はよくわかってるけど、それを伝えることが難しいですよね、要するに。そこでうまくやれてない。だからこそ、こう、ボードゲームという、まあ、ある種無駄な方向に落ち着いてしまったと言っても過言ではないのかもしれません。当たる可能性はあると思ってますよ、ガッツ。はい。題材的には全然問題ないです。まあ、ヨパーティーほど、出すには関係ないですし、はい、まあ、すごくほのぼのとした雰囲気で、それこそ Wii パーティーに近い。Wii パーティーよりもほのぼのしてるのかな、もう下手したら。みたいな気はしてるので、これだけ 3DS や DS で動物の森売れたんですから、パーティーゲームとしての可能性もね、ここで叩きつけて。そうですね。しかしたら、こう、Wii U の、なんだろう、救世主になり得るかも。で、本当に私は思った。アミーボの絡み好きには注意って感じでね。そこだけ注意していただければ。そこだけね。はい。っていうのは思うので、ちょっとそこだけは気になってますけど、まあ、程よく絡む程度で、楽しめて、本編は本編でしっかりみんなで楽しんでいただけると。まあ、オンラインも対応してないかな。対応してない気はします、なんとなく。まあ、こういうタイトルはしない方針ですよね、基本的に。まあ、ミニゲームとかですよね、せいぜい。はい、対応してるとしても。まあ、一応ね、3DS の動物の森は、島に行って楽しめるミニゲームはフリーでね、通信できますからね。だから、あれぐらいは導入してくるかもしれない。ある種、それもさ、マリオパーティーとの差別化ですよね。あ、確かに、そうですね。マリオパーティーはもう断固としてインターネットにつなげないので、はい。つなげないというか、まあ、インターネット通信を取り入れてないので、
それも一つの、考え方としては間違ってない。逆に、ボブスモリは、あえて、逆を行くかもしれません。ということでね。はい。ちょっとまあ、そこら辺の詳しい情報もね、まだまだ出てませんので、あくまで、動物の森でボードゲーム、そしてアミーボがね、絡むよって話しか出てませんので、まあ、詳しい話はこれからいっぱい出るでしょうと。そうですね。はい。一応海外で、年末、2015年のホリデーシーズンに発売予定で、おそらく日本もほぼ同じ時期に出るとなると、年末調整のタイトルに、まあ、出てくる可能性が高いかなと思っておりますので。目玉として売るかも、可能性がありますね。ああ、もう全然あり得ますね。はい。なので、年末は動物の森の世界でね、まあ、尊重同士かどうかはわかんないですけど、ね、和気あいあいと楽しんでいただけたらな、というふうに思います。